こんにちはいかりのりこです今日は幸せな貯金の仕方っていうお話をしたいと思います、えー、増える貯金の仕方減ってってしまう貯金の仕方この2つのポイントをね今日はお話ししたいと思うんですけれどもまずねあのお金って意思があるんですよなのでそういうのもちゃんとしてね、えー、貯金していただければいいかなと思うんですけれども 私は貯金してすごくいいと思ってるんですよなぜかっていうと人って安心がなかったら動けない方っていうのも結構いらっしゃるんですねだから貯金があってもい,いしあってもっていうかあっていいと思うんですよねだけどこの貯金の仕方っていうのがすごく大事になってくるんですがその前に貯金する前にぜひやってほしいポイントがありますそれはあの私 開運日カレンダーっていうのがあってそこにね転写日、まあ、転写日とかね転写日っていうんですけれどもそういう日だったり一粒万倍日虎の日、えー、実の日っていうねこういう虎、まあの日と実の日っていうのは特に金運アップデートってあるんですけれどもそういった日にね是非貯金だけする口座銀行口座をね作っていただきたいなと思います。うんまあ、とにかくく増えていく っていうだけのね講座そういうね講座を持つといいんですけれどもたまーにね基調に行くとあのチーチーチーって基調する音がハードアップさせてくれたりするんですよ。なのでね是非、えー、たまにこうやって基調行って「あーこの音聞くだけでキューアップする」みたいなね、えー、音に変わるんですけれどもあのーまあ、そういう講座を持つとか実は私初めて話すんですけれども。 五百円玉貯金っていうのが大好きで、えー、100均にあるじゃないですか五百円玉入れるあの黄色い入れ物ねっ30万貯まるってやつですね私あれを、えー、透明なねお金が見えるやつなんですけれどもあれを買って入れていくのがすごく好きなんですよ。あの500円玉が、ね、ボトっってて、えー、なんかドスっていうのかな感じで 落ちていくあの音がすごい好きであれを聞くためびにあ金運が上がるとかね金運アップしていくみたいな気持ちになるんですけれどもまあ好きな方法でねやっていただければあのー、いいんじゃないかなと思いますし意外と500円玉貯金って侮れないんですよ結構たまるので私絶対これおすすめしますためるのにね貯金するのにちょっといいですよっていうことなんですけれどもあのー、じゃあ こ,こで、ねえー、じゃあ貯金っていろいろな意味があると思うんですよ。自分の投資のためにする貯金だったりだとかあと、まあ、何かするための貯金だったり会社のためにねする貯金があったりあと私なんかもよくありますけれども税金金のために貯金すするることもあるんですよね、まあ。そういういろんな貯金の仕方があると思うんですけれどもここですっごくあのまたここでねポイントを覚えておいてください。減っていく貯金の、 仕方っていうのがあるんですよこれ絶対やっちゃダメっていう貯金の仕方があってそれは万が一何かあった時のための貯金、うん、不安だから貯めなきゃっていう貯金はお金を減らしていくっていうことが、えー、起こってきますこれも実際多くあるお話なんですけれども不安になったらね将来不安だからお金貯めなきゃとか老後のために不安だからね貯めなきゃとか 万が一何かあって怪我しちゃったら困るから貯めとかなきゃって言ってると潜在意識って認識するんですよ本当に不思議なんですけれどもちゃんとね貯、えー、まっていくとね、えー、万が一の時に使うようなお金が出ていってしまうっていうことが起こっているんですよ怪我したらね困っちゃうからっていうと怪我するんですよ本当に。 ね何かあったら困るからっていうと困ることが起こってくるんですよこうやって貯金をどん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 減らしてしまう方がいらっしゃるんですねこの不安で貯めていくっていうことが一番私たちが貯金を減らしていく原因だったりすするんですだからどういう気持ちで貯めていくかっていうのがすごく大切なんですねでだから何て言うのかなお金ってねやっぱり人のために役に立ちたいと思ってるんですよお金にも意思があるので。 だから叶えてくれるって思っててください。ちゃんと叶えてくれるんです。だったら私たちのね、貯金するために、まあ、どういうふうに、どういうふうな未来にしたいかっていうところにお金を,を貯めていくかっていうのがすごく大事になってくるんですけれども、例えばね、海外に行くための貯金、ね、旅行に行くための貯金、起業するための貯金、将来家をね、建てるための貯金、 うん、あとそうですね何かを学ぶための貯金っていう感じでまあ好きなものを買うための貯金でもいいですそういうワクワクするとか自分の楽しい未来のために貯金するとお金は増えていくんですよ。ここれもののすすすすごく重要なんんででねだから未来っってていいううところに貯金するるが一番楽しめるんですただ前にね動画でもお伝えしたんですけれどもずっと貯め続けて使わなくなってくるとお金は増えなくなってきます。 宇宙の法則で、えー、だんんんんんだんだだん入らなくななくっててししまうんですね循環してないからだからやっぱり使いながら貯めていく使いながら貯めていくまあ使うっていうのはね違う講座でいいと思うんですよ貯めていくあの講座だけじゃなくってそこは溜めていくことなんですけれども違うことでちゃんと違う講座でね使うようにしてちゃんと流れを使いながら貯めていく。 使いながら貯めていくっていうふうにしていったらお金は循環しますからまたまたねどんどん増えていくような流れができてきます。ですからねワクワクする自分の未来に貯金をすると、えー、幸せな貯金がどんどんで、ね、できて、えー、大きく膨らんでくるんじゃないかなと思います。ぜひやってみてみくださいじゃあね。